君がさっき言った人たちは明らかに人間は猿から進化したという説が事実であることに強くこだわっているね全ては自分のアイデンティティを体に置いてそれがどこから来たかを示すことでそれがリアルだと証明したいという思いから発しているんだそう大勢の人が進化論にこだわっている学校で教えられているしそれについて人々は何でもただ受け入れてしまってるんだ猿並みのモノマネだな 大事なことを忘れないで。人々が真実だと受け入れたほとんどすべてが結局は間違っていたと証明されているのよ。今年の科学的事実は次の世紀には時代遅れの理論だと暴露されるってことね。それはすべての理論が無知と飴症候群の一部だから。目的は人々の目を原因ではなく結果の方に向けることなんです。だからあまり真剣に取らないこと。 確かにに科学は役に立つわ。特に物理学はある事柄と別の事柄を分けるなんてことは実はできないと教えているしね人はそういう考え方を自分自身に適応する必要があるのだってそういう考え方の論理的帰結に思いをいたす科学者はとても少ないんですもの彼らは宇宙が幻想だということは知っているけれどそれがリアルじゃないって 誰にも言おうとしないのよ。科学者として食べていく必要があるとそうなってしまうのねでもあなたは違うんだからはっきり言いなさい君には分かつべき偉大な教えがある多くの人たちは元気がなくて無関心だ奇跡のコースにあるようなメッセージは「無関心の治療薬だよ」だけどこっちには無関心の治療薬があるのに誰も見向きもしなかったら 十分な数の人が見てくれるさ全世界の同意を得る必要はないんだ世界なんてないただ君自身の心の分離した側面と思える中で用意ができている人々とメッセージを分かち合いなさいうんそうしているつもりだよところで良ければ将来についていくつか質問があるんだけどなもちろん本当に起こるのではないから重要ではないことも知ってるけど 前回に将来のことを話してくれたよね。だから今回も話してくれるかなと思ってさ私たちはいつだってあなたが興味があることを話してあげるわよゲイリーそれがあなたの人生に関して私たちが許す方法の一つなの許しは理論じゃない自分が関心を持ったすべて自分の夢の中で起こったすべてに適応すべきなんですそれでこそ真の許しが機能するの ワークブックの考え方の応用についてコースではこう言ってるでしょ使ってこそあなたにとって意味のあるものとなりそれが真実だということが示されるってそのことを踏まえて質問をしてごらん。わかった大勢の人たちがマヤ歴は2012年で終わることを指摘してだからその時に世界が終わるって言ってるよね。最初の訪問ではあんた方はそれについて触れなかった。 それで思ったんだけど次の世紀について話してくれた時世界の終わりについては言わないことにしたのかないや気の毒だがその時に世界が終わることにはなっていないな2012年は一つのサイクルの終わりであって人類の終わりじゃない新しいサイクルの始まり新たな段階の開始だそれについて話さなかったのはサイクルってのはつまり循環するからだよ繰り返すんだ それがサイクルってものだろう。だから過去にすでに起こったことが違った形で起こり君たちはそれについて大騒ぎをするが要するに変わるものもあれば変わらないものもあるというだけのことだ起こることは新しく見えてもいつだって同じ古いことの違った形に過ぎない昔から雨がした新しきことなしっていうだろうあれは本当だ すると世界の終わりはないし地軸が移動して人類があっという間に投資しちゃうとかそういうこともないんだねないね新しいサイクルでの出来事にはいいことも悪いこともたくさんあるだろうそれが二元性だいいことで言えばアメリカは地球の温暖化対策にもっと協力するようになるだろうこの問題については君の国は世界の他の国々に顔向けできない立場を取ってきた 一方気候変動ですでに海水温の上昇が明らかになってきている今年だけで大西洋では名前のつく熱帯性低気圧やハリケーンが27も発生するだろう海水温が10分の1上がるたびに発生する低気圧は増えるし平均的な勢力も大きくなるこの傾向が続き君の国もやがてはメッセージを無視できなくなるまあ指導者が変わってからだがね 科学者はまた氷河が溶け、降雨量が増えて、海に流れ込む真水が増加していることにも気づくだろう。それも影響を及ぼす。あと数年のうちに、環境破壊への不安がさらに高まり、有数の科学者からの警告が増え、君の国は、世界なんかどうなっても構わない、少数者の利益と幸せが守られればそれでいいんだ、という今の政策とは違って、みんなのための政策を、 他の国々とと協力してるることになる子供たちの未来を売り飛ばす代わりに子供たちにまともな地球を残そうという意見が政府レベルでも優勢になるだろうよ。化石燃料から発生する温暖化ガスが地球温暖化をもたらしこのままでは万年雪が溶けて21世紀末には海面が1メートル近くも上昇し海岸地帯が水没し洪水や干ばつ。 暴風が増えるだろうと科学者たちが一斉に警告すれば、アメリカ政府もいつかは耳を傾けなければならなくなる。流れを変えるには時間がかかるし、人々は依然として暑いにつけ寒いにつけ、極端な気候変動に怯え続けるだろうということを忘れてはいけないがね。地球温暖化はいろんな形で極端な気候変動をもたらす。しかし、し、かやががて流れが変化し グローバルな協力体制が出来上がれば人々はもっと明るい未来を期待するようになるよ。君たちは毎日のニュースで恐ろしい出来事を聞かされているが、それでも人類の状況は過去に比べてずっと良くなっていると指摘しておいた方がいいかもしれない。100年前の平均寿命は49歳だった。それが今では75歳だ。今世紀終わりには100歳になってるだろう。 130歳も珍しくはななな。いいんじゃないかな人々は実感していないかもしれないが以前に比べればずっと安全な世界になってるんだよそうじゃなければ寿命が伸びるはずがないだろう確かにそうだねでも人々の不安につけこんで権力を握るという方法が好まれるのも確かみたいだすると人々は政府をあてにして守ってもらいたがるその政府の政策がまるで筋が通ってなくてもね そそうだ、それで面白いいことを思い出したよ。100年ほど前マサチューセッツ州選出の共和党上院議員でヘンリー・キャボット・ロッジという人がいたんだ。彼の孫も上院議員になって1960年にはリチャード・ニクソンと組んで副大統領候補として出馬したんだけどね。おじいさんのほうのロッジは1世紀前重大な経済危機に際してアメリカ上院で仲間の議員に向かってこう発言した。 我々が対策を講じているように見せかける方法はないのかこれを思い出すといつも笑っちゃうんだほんとそうだったわねもちろんテレビの時代だったら彼も公の発言にはもう少し気をつけたでしょうねさっきの話に戻るけれど私たちが前に世界は史上最大の景気拡大に向かうだろうって言ったのを忘れないでその意見も変わってはいないのよそれじゃあ。 寿命は伸びるし、大体において物事は良くなるしもちろん環境は破壊されちゃってるけど2012年あたりには流れが変化して新しいサイクルが始まるそういうことなんだね。それってすごくいい知らせに聞こえるよ。